西山市長西山市長明治44年5月27日は、幕末土佐藩の早小大使、日本の明治初期の軍人、政治家、陽名直次郎、旧姓、平井、植木。1842年6月6日、土佐国高知南新町にて、土佐藩市、西山義蔵の三男に生まれた。同藩市、平井正隆の次女、カと結婚して、平井系。 無養用紙にはいるが、1878年3月、妻と共に西山家に復席した。文学を市川明祭や徳永千記に、武芸を武市随山や吉村頼平に、地道館に学ぶ。後に、土佐金納党に参加し、平井治次郎が罪に問われた際は、土佐への護送、随山の下獄にあたっては藩に免罪を願い出た。1868年、 板垣大輔率いると殺春招待に加わり母親、戦争に従軍し、功を立てた。1870年表部将に出資して、翌年には御神兵一等士官になるが、1873年政官論争では、辞職する。1874年大蔵省に出任するも、再び辞職して帰郷する。板垣大輔を助けて立志者、愛国者。 土佐民会の設立に尽力をする。1878年立志社副社長、1880年愛国社の副議長となり、欠席の片岡賢吉に代わって、国会解説の単案の議論をまとめた。1883年土曜新聞社長、1887年言論、出版、集会の自由を憲白するため上京するも、法案条例によって投獄される。 1889年帰京、1890年自由党幹事となる。翌年同士と自由クラブを組織し、1892年2月の第2回衆議院議員総選挙で高知県第3区から出馬し、大議士に当選。以後、1893年3月の第5回総選挙まで連続4回当選。また、第9回総選挙の補欠選挙で当選し、 通算5回の当選を果たした。1898年第一次大隈重信内閣では、警視総監を務めた。1911年5月27日没、去年70、植木氏清に関するカテゴリありがとうございます。